おはようございます。石間仁でございます。写真とかね、動画撮っていいって話を聞きましたんで、やってまいりました。今日はね、しっかりね、撮っちゃいけないところは撮らないですけど、全面的に撮っていきたいと思います。まずちょっと外観です。外ね、こんな感じ。外でポスターを貼ってもらって、この間、並んだ時は、後ろに、ここからちょっと並んで、こっちの辺向かって並んでたんですよ。で、こっちは出口なんでね。ここまでが、これはですね、ちょっとね、じゃあ中身ちょっと見ていきましょう。はいはいはい、これ大きなね、タペストリーですよね。それから、あの、原英子さんがね、サインしに来たってやつ。これですね、これをね、今日はね、やってもらいました。これですよ、これ。ちょうど向こうでほら、ナイトオブサマーサロンが入ってると。皆さんやってくれたんですね。ありがとうございます。この間やってましたね。ぜひ、あの日に解体を劇場でもう一度、はい、僕もできることがあれば、何でも手伝いをさせていただきます。それから、グッズですね。まだね、残ってますよ。エコーまだあります。この辺がね、新作でしょう。ね、これでもこの間買った、こっちを買った。この間買った。これも買いました。で、この辺がまだだったんで、この辺を買いました。で、クリアファイルはもう結構売り切れちゃった。あと、これはキャンパスアート。この辺はもう結構売れちゃった。うん、で、これはね、僕持ってますんで、はい。うちにあります。でも、よかった。テスターをちゃんと置いてあるんだよ。テスターをちゃんと置いてくれてある。うん、ね、どういう香りかって分かるからいいですよね。で、マグカップもカタッと売れちゃった、うん、こちらクリーミーマミの画集です、うんうん、さあ皆さんこれ買いました、うん、これね、これ欲しいけどさ、さすがにこのためにこれ買うのはちょっと難しいかな、うんうん、ということで、本当はさあ、今は絵の方行きましょう。はい、これを買いたいけどね、ちょっとね、8万じゃちょっと厳しいのでね、はい、ただいいですよね、これね。今日はこのタイトルが何かを知るために、今日は先生にお話を聞きたいと思います。で、ちょっと順番見ていきましょうか。これミスター誕生ですね。これはね、これを夏今度買います。来年買います。で、版画にこれなんかプロモーションで使ったんだって。それから版画さん、ハワイアンサスペンスですね。これね、この、はい、もう言ったね、このパレオ、これがパレオだと思います。このパレオと一緒なんですよ、うんうん、これがサウンドカラー1ですね、これがね。で、あとこっち、これは多分特典の多分ポスターに使ってたでしょう。でか、これがミニね、これがミニ。本日もご覧いただき誠にありがとうございます。で、これがラビングハートと、はい、宇多先生のご紹介です。で、今回これが新作として出てきてます。はい、版画8、これはね、白い恋人たちです。はい、あとね、ちょっとね、もう最初はこっちのグッズを見させてみましょう。よし、
新作はね、このスタンジーですよね。これはやっぱりいいよね。まだね、売ってました。このアクリルキーホルダーまだ売ってましたよ、ちょっと今日はね、外観、とりあえずまずこんな感じで撮影させていただきました。ちょっとね、細かくまた撮ろうと思ってます。こんばんは、ギスマジンでございます。11月28日日曜日、気まぐれオレンジロードブルーレイボックス記念展最終日でございます。今日はこれ最後なんですよ。もう明日からここはね、オレンジロード置かなくなっちゃうんです。そう考えるとちょっと寂しい感じがします。最後のね、様子を収めていきたいと思います。ちなみにね、ちょっと遠目からだけど、こんな感じ、奥の方はこんな感じで展示してます。あんまりね、近くで撮っちゃうといけないと思う。こんな感じです。はい、それじゃあね、ここからはね、映像に従ってね、こうお話をしていきたいと思います。はい、これがね、ひかるちゃん、早井子さんがサインをしてくれたと言っていたボードになります。はい、ちゃんと書いてありますね。ダーリンって書いてあります。これをね、27日にやっぱね、見に行きたかったっていうのもありました。はい、で隣にはね、これはちゃんとしたもの、それでこっちがちょっとだけ今映しました。こんな形で
設定資料集は写ってます。もうねこの時点で6時を回ってたんで結構もう人の数はまばらでした、はい、ただまだまだねグッズも販売してたし前も結構お客さんいたんで、ただ本当残念ですよ、このね展示会がたった2週間で終わっちゃうっていうのはね本当にねもったいないなって感じがしました。はい、こちらがねグッズです、クリアファイルの作品ですね。もうだいたいねあの来るたんびにレイアウトが変わってました、はい、でこちらが版画のコーナーです。もうね一番欲しいのはねこのねまどかさんのこのスター誕生が欲しい。先ほども述べた通りこれはスター誕生という、まあ、名前なんじゃないかなってことだそうです、はい、特にねタイトルは決まってないってことなんで、で夏になったらこの版画を買いたいなと僕は思ってます。で隣版画にこれはヌービックの反則用だったそうです。それから隣がハワイアンサスペンスか、ハワイアンサスペンスの版画ですね。一番これがちょっとセクシーかな。でこれが真ん中がサウンドカラー1ですね。でその後のこっちの2つはやはり特典ポスターとしてのイラストでした。なかなかね、まどかさん以外のキャラクターが載ってるってなかなか少ないんで、でこれはラビングハートのジャケットの一番後ろにこの3人の写真というかこの3人のイラストが載ってます。でそのラビングハートの表紙のジャケットの部分、これがワンダーパフュームですね。でここにちゃんと高田久美先生のプロフィール、これも載ってました。タチノコプロからなんだよね、それが、ね、僕はねびっくりしました。で今回初めてお目見えしたのがこの白い恋人たちのものです。あの胸をもう一度だったかなっていう映画をモチーフにして考えたそうです。だこれもねこのタイトルが別に決まってるわけじゃないと、勝手に白い恋人たちだっていう風に僕が呼んでるだけですけどね。まあね冬のねスキーの時にね、あんな胸元開けて寒くないんですかっていう感じですからね。これもね、いろんなところでお話もさせてもらってました。でもなんかそのね、雪の中で、ね、こう見せる素肌っていうのがすごくセクシーですよね。またね、この OVA もまた見てみたいと思います。こっちは撮影が可能なんです。僕が最初に13日に伺った時はあの撮影 OK とは書いてなかったんですよ。だから撮っちゃいけないもんだと僕はずっと思ってたんです。だから写真撮ってなかった。
はい、これがね8万円ですよ。こんなの買っちゃったら大変でしょ。音もないもんでこれをねまじまじとね見させていただきました。でこの空いてる空間のところに本来もぎたてスペシャルっていうのが入るんだけど、なかったとしてもこれは素晴らしい絵だなっていう話をねご覧いたださせてもらいました。これが買えたら本当に羨ましいですよね。ちょっとなかなか手は出せませんけども、はい、とにかくまずこれを買うのが僕の目標です、はい、だから来年の市場寺でまたやるんだと思うんですよ。この版画展の時にこの絵を買ってもう一度高田先生とお話がしてみたいと思います。その時はねもっといろいろあの絵がこうだったのかですね、まどかさんの絵についてどうだこうだいろいろね聞きたいこといっぱいあります。そういうことをね今から温めておきたいと思ってます。はい、こちらがブルーレイボックスですね。ここでも販売しておりました。でこのまどかさんとひかるちゃんのこのポストカード、これね資料集に載ってました。あれはねシングル9枚組セットの方こんなやつに載ってました。これもやっぱりねムービックの繁殖用のイラストだったそうです。はい、これいいよね。なんかこう仲良しな姉妹っていう感じがして僕は好きです。ちょっとここでねまた買う、ここで買った方っていらっしゃるのかな、これもらえるんだろうね。はい、一応ねこんなのも撮っておきました。これはサイン会に参加できますよっていう感じでいろんなところで貼ってありました。もうね初日の時点でもう70名達しちゃったんで、はい、これで前景をちょっと撮っておきます。はい、もうね最終日だったんでグッズもね残りわずかというところでした。かといってね全部が全部あるわけじゃなかったんで、版画のねところの上に、お買い上げ抽選会開催っていうのがありました。だから僕が最初に13日行った時はまだ1等もちゃんとあったんですよ。1等のポスター誰がもらえたんだろうね。でここで今並んでいる版画を買うっていうことができたんです。でこれとこれっていう風に選んでそれを出すっていう、これで申し込み書っていう形でした。さすがにこれねもらって帰れたって言ってもらえないってことにしちゃったんで撮影だけさせていただきました。まあ、こうやってね並んでるこうやって景色ってもね本当に尊いと言いますかね、ちょっとだけ向こうの方撮影させてもらったけど、あそこの正面に今回ねブルーレイボックスのイラストが掲示されてます。あれはね完全に原画です。あれが描いたものです。はい、で今の現在でこれだけ売り切れが出てますよという表、そしてヒカルちゃんの原恵子さんのサインと、でこれがタペストリーですね。でずっとだからそこでナイトオブサマーサイドと鏡の中のアクトレスがずっと流れてるって感じですね。まあ2週間でしたけども、長いよう短いようで長いような夢のようなね、僕たちにとってみれば本当夢の国の話でしたね。何があったかをもう一回言ってきます。まず正面です。一番最初の正面、オレンジロードコスチュームというのがありましたね。1番からずっと番号が振ってあって、ここには9面あります。
一番上がタイトルで、その下が番号で、下がまどかさんの水着だったりですね、水着ちょっとなんか下着姿で、上まで上にもう一回上がるとやっぱり水着姿、ここは全部水着かな、あ違うわ、あの縦からいくと6番目のところが制服です。で7番目も制服、8番目が一番最初の階段のシーンで出てきたあの赤い格好で、9番目がこれ多分新体操、体操競技平均台の上の時の格好ですね。はい、この時裸足にしてくださいというふうに書いてある。はい、これが最初の9番目、気まぐれオレンジロード設定画というふうに書いてあります。はい、続きまして出口側の方にちょっと見たところにも設定画で、ここは3番の4番5番か4番5番まどかさんの普段着、ちょっとなんかあれっぽいね、時々ブルーに出てきそうな感じで、5番があって6番が小さい時のひかるちゃんとまどかさん、多分あのひかるちゃんが悪くないのにひかるちゃんのこと悪く言ったって言って、まどかさんがその子のうちの家での前でずっと待って粘るって話だよね、と悪かったよって言って子供の方が根負けしちゃった話だよね。でまどかさんベッドの上って書いてある、てかまどかさんタバコを吸ってるシーンと、てかちょっと上着を羽織ったやつか、はい、これが 1,2,3,4,5,6 6枚ありました。それからこの外側です。外側、マスターとまどかさんで、アーバカブのマスターまどかさんで、6番普段着のまどかさんね、で普段着のまどかさんすげえ可愛いやつが真ん中で、8番目なんかお出かけ しそうな感じ、なんかちょっとちっちゃいバッグを持ってるで、上のまどかさんがあって、でウェディングドレスの多分リハーサルのやつだよねのまどかさんと、でリボンつけてるまどかさんがいるのよ、これが多分一番左下のやつね。はい、それから次ひかるちゃんの9枚、ひかるちゃんの9枚、まあ顔の表情だよね。ひかるちゃんどっちかっていうとほらスポーティーな格好ね、レオタードのシーンと制服と普段着と、あとなんかアイドル歌手の格好してるのはね、この絵なんかだからあれだよね、前田の早見優に使えそうだよね。はい、まあどこです。はい、それから高田明美原画2021年気まぐれオレンジロードブルーレイボックス発売記念展書き下ろし、これがスタンディのやつです。はい、まず一番正面にあった大きなパネルの方です。あの今回の、アート付きの方に参りましたね、ウェディングドレスのまどかさんが誰かにかあのこう抱きしめられてるやつがありました。それからその下がなんかまどかさんが、ね、寝っ転がってて、で誰かからジュースをもらうっていうシーンがあるのね、そこにオレンジロードって書いてある、はい、EP ラフって書いてある。それからこの辺はね、クリアファイルの下書きみたいな感じが 1,2,3,4 で、6枚あるうちの下の2つがなんかちょっと見たことがないで、じゃあコンクリートって書いたのは、それから身長のところちょっとこれ言葉で残しておきます、ね、高い順に小松、マスター、京介、それから春日パパは180あります。その次に八田が170ぐらいで、まどかさんが167から8、ひかるちゃんが160ちょっとで、くるみまなみが160ぐらいですね。これがキャラの比較、みんなが言ってた思ったより高いってのはこれですね、うん、それからその下が左からカズヤ、まどかさん、京介、ひかるちゃん、優作、これ多分最初のプロットなんじゃないかと思います、これは。はい、で下、その下が京介、八田、小松の学校の制服があります。で一番右端がこれ面白くて、例の、しおりさんが出てくるやつ、ね、早川みつるの彼女だよね。
これのラフ画があります、はい、真面目、あの真剣な顔をこっち向いてる顔を涙をしてる顔をそして全身とで一番下が面白い、これがあのヒカルちゃんじゃないやくるみの、 あの机の上に座ってあのやつあのヒカルちゃんが見えてるよって言ってたシーンのやつがここにあります。はい、これは撮影禁止なので撮影はしないようにします。はい、じゃあ次ぐるっと回りまして、はい、次行きます。今度は反対側後ろ側のボード、大きなボードです。ヒカルちゃんの水着があって、でその下がヒカルちゃんのあの球館の飛び跳ねてるあの背拍子のところのイラストで、隣の列に行くとヒカルちゃんの制服のスタンディーと顔が3つで、その下がヒカルちゃんの表情七変化で、ヒカルちゃんの全身像アワカブにてって書いてある。はい、で上、春日京介じゃないんだ、これ多分これはね松岡先生か、あ俺てっきりあれだと思う、しゅうちゃんだと思ってた、違う、松岡先生が 1,2,3,4 枚あります。でその下が京介の顔6枚あります。で小松の6枚があると。はい、でこっち4つ、こっちはまどかさんの水着姿セパレートと、こっちはワンピースがそれぞれで、まどかさんの顔七変化で、まどかさんのビキニと、セパレート、それからまどかさんの怒った顔、下ベロ出してる顔を笑顔の振り向きで、ちょっと遠くを見てる顔で、その下もまどかさんの七変化で、多分一番下のまどかさんの左側は、これは多分夏のミラージュの多分一番最後のカットでしょうね。そして最後、これが、高田明美原画2021年気まぐれオレンジロードブルーレイ書き下ろしのまさにこれ1枚っていうやつがあります、うん、ですね。はい、以上これが、設定資料集関係の動画でした。まあ、このような形で気まぐれオレンジロードブルーレイボックス発売記念展が開催されました。もう僕らにとってみればね、本当にね夢のような話でありました。このね2週間っていう時間がなんて楽しかったことでしょうっていうことですね。でたくさんね期間中にあの僕が伺った時にいろんな方とお話しすることができました。といったね、たくさんのファンの方と交流する機会を得られたってこともすごくありがたいことだと思いましたんで、こういった機会を作っていただいた各皆様方、あのぜひこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。またねこういった機会がねいつ訪れるかまたちょっとまだ分かんないですけども、ただ僕たちがあの皆さんとこうつながったってことができたということは、今度はね僕たちそれぞれでねいろいろねつながっていくこともできると思います。のいいきっかけをまず与えてもらったってことは本当にね嬉しいかと思います。はい、それから原恵理子さんが言ってました、あの日に解体をぜひもう一度劇場でという話でございましたんで、もう本当にそれについては自分ができることがあれば何でも手伝いをさせていただきたい、こういった動画とかの発信で皆さんの方に伝えていきたい、いろんなことをねやっていきたいと思っております。何かあればぜひ声をかけていただければと思っております。はい、いやー本当にね楽しい2週間でした。もうワクワクしてね、もう行く日なんてね本当にもう12日の夜なんて本当遠足に行く子供のような気持ちでね、いやー明日来るぞっていう気持ちだったし、で28日のね最後僕17、大体ね7時過ぎまでいたんですよ。でその時にあの声をかけていただいた方がいらっしゃいました。あの YouTube 撮ってらっしゃる方ですかって言って声かけてもらって、でファンなんですって声かけてもらってね、いろいろちょっとお話なんかもさせてもらいました。ほとんどね僕と同い年のぐらいの人だったんですけど、まあそういう方がいらっしゃって僕なんかに声をかけてもらってね、本当にね光栄でございました。本当ありがとうございました。で本当にねもうね帰るっていう時になったらね、
もうね、買いたくないんですよ。だって目の前にオレンジロードの世界が広がってるところから足去ってきたくないっていう、そこをね、もうなんか後ろ髪を引かれるような、お名残惜しいっていうヒカルちゃんも言ってたけど、お名残惜しいっていうのはまさにこのことだなと思って、もう次の日この光景がないんだなって思うと、非常になんかこうね、寂しい思いがいっぱいでしたね。はい、まあね、またこういう機会がね、また設けていただけることをね、切に願っております。また高田明美先生をはじめ、こういったことをね、開催にいろいろやっていただきました皆様に感謝申し上げたいと思います。あの高田明美先生がね、あのサイン会の後ね、お帰りになる時にちょっと私たちもね、ちょっと外で待ってたっていう状況になっちゃったんで、ご挨拶もさせていただきました。まあ特に何かね、お話をしたわけではないんですけど、なんかね、こう出待ちみたいな形になっててね、帰る時にちょっとありがとうございましたなんていう風にね、声をかけさせていただきました。本当なんかね、おっとりとした感じの方で、あのね、優雅な感じからどうしてあのような絵が出てくるんだろうっていう思うような、そんな感じでございました。はい、まあね、もう二度とね、こういったイベントがないかもしれないっていう思いがあったんで、いろんなもの、撮れるものすべてをあの動画にさせていただきました。なかなかね、東京という場所でやってますから、あのこういったご時世ですから、地方の方からこちらへ来ることができなかった方もたくさんいらっしゃると思います。あのぜひこういった形でやってたんだよっていうのを少しでもね、見ていただいて、あ、こんな感じだったんだと思ってもらえばありがたいなと思っております。今回は気まぐれオレンジロードブルーレイボックス発売記念展の様子を、しっかりと、記録させていただきました。またこの後も他の動画をまた作っていきたいと思っております。合わせて当日ね、ライブで撮りました動画なんかも見ていただければと思っております。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは西間仁でした。ありがとうございました。